こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、自らその心を清むです。努めて自己の心を清めること。釈尊以前に出現した七仏が共通して自受したと言われる仏教徒の戒めの下で、七仏通戒下四句のうちの一句です。他の三句は諸悪魔草、もろもろの悪をなさぬこと、修善奉行、良い行いに努めること、是諸仏教、それらはすべての仏の教えであること。なお禅宗五祖愚人の皇帝人宗浄座にも、心は明鏡台のごとし、時事に努めて欲しきせよの語があります。意味は、心は透き通った鏡のようなものだから、いつも磨いておかなければならないということです。それでは今から自らその心を清むを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。